だから全部24時間瞑想してるような感じですか。私の場合に限ってはね、あの瞑想ってのは普通瞑想の目的は宇宙のリズムと一つになって、あのもしこの世に本物の宗教があるとしたら、宗教の目的、宗教は何なのかって一言言えたら何て言うか、全体と個の融合な、全体と個だ。全体ってのは私たちは宇宙全体と私たち一人一人の個が一つになること、融合調和していること。それを今度地球になり、今度はあの国になり、そしてそれぞれの組織になり、なる。まあ一言で言うと全体と個の融合であるということ。例えば会社でも会社の人とのチームワークだと、俺がって言ったらバラバラになっちゃうでしょ。だからチームワークで会社は伸びるじゃない。そうですね。家庭だってチーム、家庭というチームを仲良くやって、そして子供ができるじゃないですよね。もうその全体の中の子として融合する。そして今度は、ね、それはビジネス、お客様との融合、お客様に喜ばれる、感謝される、お役に立つということで融合される。そうすると会社が、それでチームワークよくすれば会社が伸びていくじゃないですか。まあそういうことです。その本質を知ってやるのと知らないんじゃ違うわけです。